皆さんこんにちは、 SGP フォレスター TV です。今回はアウトドアシーンで大活躍すること間違いなし、ドメティックハブ SUV セットをご紹介します。オーニングテントを生かした新しいキャンプスタイルをご紹介したいと思いますので、ぜひご覧ください。皆様こちらドメティックのハブご存知でしょうか。こちらはですね、2023年の2月に発売された商品になります。オーニングのようなテントのような、新しいキャンプスタイルの、提案ができると思いますので、ぜひじっくりご覧いただければと思います。今ですね、フォレスターのこのラゲッジの中にハブ SUV セットのバッグが2つ入っております。サイズ感いかがでしょうか。こんな感じですね。ちょうど幅いっぱいにキャリーバッグが積まれているっていうね、そんな感じになっております。ちなみにこのように横にはですね入るんですけれども、縦はですね残念ながら飛び出してしまいました。でこちらアウトバッグでも試してみたんですが、アウトバッグのラゲッジの奥行きでも縦には入りませんでした。なのでこちらのキャリーバッグを入れる際はこのように横にね積むといった形になりますが、フォレスターのラゲッジは開口部ものすごく広いので、ゆとりを持ってね積むことができると思います。奥のキャリーバッグはですねハブ本体のバッグになっています。手前はメインのハブにつける付属品のキャリーバッグになっております。でこのキャリーバッグのサイズなんですけれども、メインのサイズはですね横が1100mm、 幅300mm、 高さ 300mm になっています。で重さが 15.9kg です。手前のキャリーバッグ、こちらの横幅が 1100mm、 幅が 230mm、 高さが 230mm、重さが10キロになっております。おそらくこちらのドメティックハブ SUV セット、まだね見たことない方いらっしゃると思いますので、ぜひですねご覧いただければと思います。これからの新しいキャンプスタイルをご紹介できると思いますので、最後までぜひご覧ください。さあでは開けていきましょうか。今回ですね初めて開けるので、新品はこんな感じっていうところですね。開けますと、おお、なるほど、説明書がまず入っております。そしてメインのハブ、インフレータブルオーニングテントが入っているといった形になります。よし、では広げていきましょう。ハブをですねキャリーバッグから出してみました。こんな感じです。サイズはですね 2.3×2.3 の正方形になります。そして付属品はですね、右からまずバンド、そしてプラペグ、そしてハンドポンプ、さらにウィンドウパネルとメッシュパネル、こちらが付属されております。ハンドポンプがあるっていうことは、どうやって立てるかというと、そうです、これで空気を入れて立てます。これがこのドメティックハブの一つの特徴でもあります。それでは実際に空気を入れていきましょう。でこれから空気を入れたいと思うんですけれども、まず一つ注意事項として、このようなものがですね四つ角にあります。で今ですねこちらオープンになっているんですけれども、この口をクローズですね、クローズにしないと空気を入れてもどんどん抜けていってエンドレスな状態になってしまうので、まずこの弁をクローズにしてあげるということが一つポイントになります。先ほどこちら閉めたので2つ目閉めます。クローズ、3つ目、クローズ、最後4つ目、
クローズ。これで全ての弁を閉じましたので空気を入れていきます。さあこれからですね、このポンプを使ってハブをですね立ち上げたいと思います。でまずこのポンプにパイプをつなげます。こちらの口をここにですねぐるぐると回してしっかり固定させると。そしていろいろですね口の種類があるんですけれども、ハブの場合はこちらを使います。これを使います。そしてこちらに差し込みます。で差し込む場所は一箇所になるので迷わないと思います。でこれをギュッと差し込んで、あとは空気を入れます。ハンドルの上にですねこのような数字があるんですけれども、緑の領域に入れば、まあ、空気が入ったっていうね、そういった目印になるそうです。で目安としては、10の手前9ですね、ここを目安にして空気を入れていきます。ハブをですね立ち上げる前に仮止めをしてあげるとやりやすいですけれども、このね場所ちょっとねプラペグでは刃が立たないので、いつもの鍛造ペグ、これをね使いたいと思います。こんな感じで仮止めしましたので空気をね実際に入れていきます。さあではね膨らましていきたいと思いますけれども、こちらですね約3分ぐらいで立ち上がるそうです。実際に3分ぐらいで立ち上がるかやってみたいと思います。いきます。よし、おお、結構いい運動になりますよこれ。さあだんだん空気が入ってきました。お、浮いてきた浮いてきた。結構疲れる。おお、なるほど。これでちょっと休憩。おそうそう、よしよし、おお、結構ね圧がかかってきましたよ。今ね5ぐらい。おお、キュッて結構硬くなるね。よいしょ、よいしょ。ああ、なるほど。ちょっと今ね、引っかかってた。もうちょっと大きくなります。ほら、9だ。はい、9。9です。で、これで9秒になりました。暑い。あ、3分だ。本当に3分で立ち上がりますね。で、ここから、形を整えるという感じです。はい、ということで、このドメティック、ハブがまず立ち上がりました。初めて、ポンピングをね、やった感想としては、メモリー9まではですね、本当に3分以内で立ち上がります。そう、立ち上がるんですけれども、このねポンピング作業、正直な感想を言うと、かなりエクササイズです、非常にね良い運動になりますので、ちょっとね体力に自信のない方は電動ポンプを、使っても良いのかなと思います。ただねこの辺りはお子さんと一緒に、まあ、ポンピング作業しながらね楽しんだり、あとはまあパパのね意地の見せ所っていうところもありますので、まあ、楽しんでやっていただくのが一番良いと思います。さあハブが立ち上がったので、次はですね何をするかというと、ウィンドウメッシュですね、これを、ファスナーを使って取り付けていきたいと思います。さあこれからですね、メッシュパネルを取り付けていきたいと思います。で取り付けのポイントとしてはですね、この黒いベロありますね、これが下になります。この黒いベロを下に持っていって、
あとはファスナーでつなぐといった作業になります。初めてねやる方はちょっとね戸惑うかもしれませんが、このファスナーをまず寄せておいて、そしてこの黒いベロを持っていき、で差し込む形ですね。よいしょ、はい、差し込みました。で差し込んだら手応えがあります。コクっていうね手応えがあるので、そうすればハマった、合図になります。そしてこんな感じでファスナーを引いてあげるという感じですね。で反対側もやりましょう。で反対側はファスナーがメッシュパネルについているんですが、これも容量は一緒。ここにですね差し込む、はまるとコクっていうね手応えがあります。はい、こんな感じでねファスナーを引いてあげます。さあファスナーを装着したので、こちらのメッシュパネルをですねこちらに装着したいと思います。で装着する際はですね、こちらのフックをですねここにまずかけてあげてからファスナーを引き上げるとやりやすいと思います。こんな感じで3箇所にフックをかけましたので、ここからファスナーを上げていきます。はい、こんな感じです。はい、今ですねメッシュパネル装着しましたけれども、外から見るとこんな感じになってます。しっかりと、プライバシーがね守られますね。なかなかこれは良さそうですよ。そして中から見るとはい、こんな感じになっております。やっぱりですね先ほど、ファスナーを上げる前にねこのフックにかけてあげたことによって非常にですねやりやすかったです。なのでこちらね試される方はいきなりファスナーをこう上げるんじゃなくて一度フックにかけてからやってあげると良いと思います。そしてこのパネルはですね、まあ、メッシュが入っているんですけれども、外側のファスナーを引いてあげるとですねメッシュが出てきます。でちょっとやってみたいと思います。こちらのファスナーを上に上げていきます。そうするとこんな感じでねメッシュが現れます。こんな感じでね、メッシュが出てくるので、このシートを丸めてこの上の止めるところにかけてあげると、通気性がね良くなります。ちょっとやってみましょう。で一人でやる際はこの止まってる部分を生かして、まずこんな感じで三角形に折ってあげて、ここから丸めていきます。あとはもうただ丸めるだけ、多分2人でやった方がね、ああぐちゃぐちゃになっちゃった2人でやった方が、まあ、綺麗にねいくと思いますが、そう1人でやるときはそんな感じでやった方が良いと思います。でそうするとね、先ほど見えなかった向こう側がですね見えますね。で近くまで寄るとこんな感じでメッシュが入ってるのね、分かりますでしょうか。これで風通しが良くなります。さあ続きましてはこちらウィンドウパネルをつけたいと思います。取り付け方法はですねこちらのメッシュパネルと同じですね。ウィンドウパネル下部にこのような黒いねベロがついておりますので、こちらを下側にしてファスナーに取り付けていくといった形になります。ちょっとねこれが慣れないと少々難しい印象もあるんですが、まあこの辺りはですね慣れですね。そう慣れになってきます。そしたらですねファスナーを上げる前にこちらにですねフックをかけてあげた方がやりやすいので、まずねそれからやっていきたいと思います。でこちらのフックですね、これをですねここにかけてあげます。
こんな感じですね。これをあと2箇所やっていきます。はい、今ですね3箇所に服かけてあげました。でちょっとねこの設営場所が若干ね右肩下がりになっているのでハブもねちょっと歪んでいるんですけれども、それあたりちょっと修正します。でこのようにフックでねかかっているので、あとはこんな感じで上げていけば OK です。はい、こんな感じになりました。こちらウィンドウパネル、こちらメッシュパネルですね。今ですね取り付けましたけれども、いかがでしょうか。反対側から見ますとこんな感じです。しっかりねプライバシーが、守られる、そういったね形にもなります。でこちらのですねウィンドウパネル、これもメッシュパネル同様開けることができます。で開ける際はまたファスナーですね、これを開けてあげます。こんな感じでね開けると外のね景色も見ることができるといった形ですね。でこちらのパネルもですねくるくると丸めると止めることができます。一人で丸める場合は先ほどとね同じようにちょっとね軽く三角形作ってあげて、こんな感じ、そして頂点からくるくるくるっと丸めていくという感じですね。こんな感じになりました。いかがでしょうか。いいですね。本当に一つの部屋がねできたっていうね、そんな感じでございます。でこのウィンドウパネル、今回はこちら側2面にね装着しましたけれども、これ実はですね取り付ける場所に指定はありません。4面どこでも取り付けられるっていうのが一つポイントで、そのフィールドのシーンに合わせて取り付け場所を変更できるっていうのがこのハブのね大きなメリットになってくると思います。次はですね SUV セットを取り付けていきたいと思いますので、引き続きご覧いただければと思います。はい、ということで今ですねこちらハブの SUV セットシャープ2のキャリーバッグ、こちらの中身をですね出してみました。でこちらには何が入っているかというと、まずハブの床面になるフットプリントですね、そしてハブと車をつなげるトンネルの付属品も入っております。そしてこちらは就寝スペースですね。この黒いのがグランドシート、こちらがフライシートになります。でプラペグが入っているというね、そういった中身になっておりますので、これからこの SUV セットの就寝スペースと、あとはハブと車をつなげるトンネルですね、こちらを設営していきたいと思います。それではこちらのハブと車をつなげるトンネルからですね設置していきたいと思います。でやり方はね先ほどと同じですね、このトンネルの下部にはまた黒いベロがついているので、これが下ですね、これが下側になります。でさらに接続方法も先ほどと同じです。またファスナーでつないであげるといった感じになります。両側ですねこんな感じでファスナーかかりましたので、これでまたね上げていきます。先ほどまではここのねクリップを使っておりましたけれども、このトンネルに関しては、クリップは使わずやります。よし、こんな感じで、はい、かかりましたね。さあ今度はですね今設置したトンネルと車を、接続する作業を行いたいと思うんですが、その前に外側のパネルをですねめくっていきます。まずはこの、シートを開けます。こんな感じで開けます。
そしてこのシートをまたね丸めて上の、フックでね固定するんですけれども、ここがねまた一つポイントです。これまで外巻きでやっておりましたが、これに関しては内巻きで巻いてあげて固定するのがポイントになります。でなぜかというと、外巻きで巻いてしまうとですね、雨が降った時に溜まってしまうんですね。なのでそれを防ぐために内巻きで巻いていくという形になりますので、ぜひですねご参考にしていただければと思います。はい、こんな感じでね内巻きで固定してみました。そしたらね、次の作業としてはこの穴ありますね、今ちょうどね穴が開いているんですけれども、これを車にかぶせていくといった作業になります。では先ほどね仮止めしたペグを一旦外します。作業中はですね、このハブの中を行き来できる方がね便利なので、このウィンドウを半分ですね開けた状態にすることもできます。こんな感じでね、今半分開けたんですけれども、半分開けたらこちらのフックをここにねかけてあげます。そうすることによって、このように作業中ですねハブの中を行き来することができます。で今ですね、このハブを車の方に寄せました。2人でやる場合は結構ね簡単にできるんですけれども、まあ、1人でやる場合はよいしょよいしょとね一つずつゆっくりねやることをお勧めします。でこれから何をするかというと、トンネルを車にかぶせていきます。トンネルを車にですねつなぐ際のポイントとしてはですね、まず下からやっていきます。このようにタイヤハウスにかましてあげるですね。でこれ反対側も同じようにやります。でこちら反対側ですが、反対側も同じようにタイヤハウスにかましてあげます。そしてから今度は上側ですね、上はね一人でやるとき左右ちょっとずつ動かして開けた方が良いですね。こんな感じです。でポイントはですね、シャークフィンアンテナまでかぶしてあげると見栄えがね良くなると思います。よいしょ、こんな感じですね。ここまでやってあげましょう。では次はですね、このフックで、ホイールに固定していきます。よいしょ、よし、はい、こんな感じですね。そしてさらにペグでも固定してます。そして窓にはですねこの吸盤を使って固定していきます。こんな感じですね。はい、ということでいかがでしょうか。フォレスターにハブがね連結されたというスタイルになりますが、いやいやいや、なかなかかっこいいですね。雰囲気出ています。はい、今ですねハブの中から車を見ている状態ですけれども、トンネルを設置したらですね、車の中心にちゃんとねハブがあるか確認して、それから、ペグ打ちをねしていただければと思います。まあ一つの目安としてはここですね、まあ、このフックがほぼ真ん中に来ていれば良いかなと思います。今ですね車がほぼ中心にあることを確認したので、今度はペグで止めていきたいと思います。さあまず1本この三角形のところ行きます。今ですね四隅にまずペグを打ちました。で今度はこちらですね、こちらにもペグを打っていきたいと思います。打つ時のポイントとしては、これが対角ですね、対角になるように打っていくというのが一つポイントになります。はい、今ね対角で打ったので、今度はこの
バンドで調整をしていくという感じですね。さあでは最後にアネックス、就寝スペースを、取り付けていきたいと思います。取り付け方法としては先ほどと同じように、ファスナーを使って取り付けます。で取り付け方としては先ほどと同じですね。よいしょ、はい、こんな感じで取り付けます。ちゃんとまっすぐ、取り付けるようにしていきます。で反対側も同じように、よし、こんな感じで入ったので、これでファスナーをねしていきます。はい、こんな感じでフライシートの、設置ができましたので、今度はグランドシートを、取り付けていきます。じゃあ今度はねグランドシートを固定していきます。このトグルというパーツ、これをねオーリングに通して固定します。よいしょ、こんな感じですね。はい、まず内側ですね、今こんな感じで止めております。で本来ねこの中に潜ってやる作業なんですけれども、ちょっと今日はですね気温36度という猛暑になっておりまして、外からその作業をやりたいと思います。なので今内側はこの状態、仮止めの状態ですね。で外に回ります。で外からは、こちらとこちらねありますけれども、これをオーリングに通して固定します。よいしょ、そしてあとこれですね、こちらですね。はい、こんな感じで、こうやってね立てて使うイメージです。はい、であと残り2箇所ありますので、それもやりたいと思います。はい、今3箇所ですねオーリングに通したので、今度ねちょっと仮止めをして形をね整えていきたいと思います。はい、こんな感じで外側ね仮止めしましたので、最後に内側を止めていきたいと思います。で内側はねこちらオーリングに通して固定していきます。さあ最後に止めるところを止めてオープンにした状態です。ここが就寝スペースになります。大人2人が寝られるスペースがあるということですが、思ったより広いですね。これだったらしっかりね大人が寝られるなって思いました。で中を見ると小物入れが2箇所あります。そう、そしてこのシートを入れ込む場所もちゃんとありますね。これはびっくり驚きです。でちょっと実際にね寝てみたいと思います。で本来はねこの床面にエアマットなんかを置くと、寝心地が良くなると思うんですけれども、まあ、今回はないのでそのままちょっと横になってみたいと思います。さあどんな感じなんだろうな。よいしょ、おお、しっかり足伸ばして寝られますね。私の身長ね168センチなんですけれども、まだまだね頭上空間余裕があります。多分ね180センチぐらいまでの方だったら足を伸ばしてもねしっかり寝られると思いますので、うん、結構ね驚きのスペースがあるなと思いました。で今ね端の方に寄ってみましたが、ちょっとねやっぱり端だとね圧迫感感じますけれども、うん、寝られないことはないなと思います。で先ほどまではですね床面石がね見えておりましたが、今ね付属のフットプリントを敷いてみました。敷くとねこんな感じですね。これによって靴を脱いで過ごすことができます。おー、いいですね。本当に車と一緒にアウトドアを楽しめる空間が出来上がったなっていうね、そんな印象です。さあということで、私のフォレスター STI スポーツにドメティックハブ SUV セットがつながり設営が完了いたしました。じっくりね見ていきたいと思います。じゃあまずね外回りぐるっとね見ていきましょうか。こんな感じになっていますよ。
私のフォレスター STI スポーツにはスーリーの、ね、モーション XTL が乗っていて、その後ろにドメティックのハブが連結されているといった状態になっております。アウトドア感がめちゃくちゃ出るなという、そんな印象があります。でこちらから中にね入るとこんな感じになってます。ドメティックのテーブル、そしてドメティックの椅子がね置かれています。でさらにドメティックのポータブル冷蔵庫がここにあるという感じです。でラゲッジ側こんな感じになってます。今ねラゲッジオープンの状態でありますけれども、これ閉めることもできますよっ。はい、こんな感じで閉めて使うこともできるということなので、荷物はねこのラゲッジにしまうこともできるし、そう、まあこういったところに腰掛けてね過ごすっていうやり方もできますよね。でさらに奥に進むと就寝スペース、大人2人寝ることができるスペースがありますという感じになっていて良いですね。で一般的なタープだとやっぱりね背がもうちょっとね低いんですけれども、このハブの場合だと高いので普通に入れます。前かがみせずに入れます。180センチぐらいの方でも前かがみにならないで入ることができるぐらいの、そんなね高さはありますね。でこのハブは空気で立っているわけですが、触ってみるともうパンパン、もう3時間ぐらい前に入れたんですけれども、全然空気が抜けている気配はないなという、そんな印象でございます。で反対側に回っていきます。こちら側はね就寝スペースになっておりますが、今回ね就寝スペース一つです。 SUV セットには就寝スペースが一つセットされているんですけれども、別売りで買うこともできます。そうなると最大6人まで寝ることができるね、そういうスペースも作れるといった形になります。こちらのドメティックハブ SUV セットはですね、車とつなぐことができるので、雨降った時に荷物のね出し入れがですね容易に済みますよね。雨に濡れないで出し入れができるというメリットもあります。今フォレスターのラゲッジがね空いている状態ですけれども、まあキャンプに来たらお買い物にね行くシーンっていうのが出てくると思います。その場合は、まあ、ラゲッジ閉めて車を出していただいて、コネクショントンネルの幕を閉じれば、お買い物にも行くことができるといったね形にもなりますので、ハブはねいろいろな使い方ができるなと思いました。今はこのハブを車と連結している状態なんですけれども、この連結しない状態でもオーニングテントとして使えるなと思いました。ふと思いついたのは、例えばご自宅でプール遊びすることあると思うんですけれども、子供用のプールでしたらこの中にプールを置けば日陰でプール遊びができる、熱中症対策にもねなりますので、そういう使い方もねできるかなと思います。この 2.3m×2.3m 立方体のこのオーニングテント、本当ねいろいろな使い方ができるので、私もこれからですねいろいろなシーンで使っていきたいと思いますので、ぜひですねそちらもお楽しみにしていただければと思います。はい、ということでドメティックハブ SUV セットはいかがでしたでしょうか。車とハブを連結することによりキャンプスタイルの新たな世界観を体感できると思います。ドメティックハブ SUV セットの設営は難しくなく、ハブのみでも幅広く使えますので、ぜひこの機会にご検討ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。